こんにちは、ゆっくり霊夢です。宮島口桟橋からフェリーに乗りまして、宮島桟橋にやってきました。宮島口と宮島の間は JR 西日本宮島フェリーと宮島松田駅線の2社によりフェリーが運行されています。宮島口から宮島までの運賃は180円で、パスピー、イコカなどの IC カードに対応、2社合わせて毎時8本以上は運行されており、利用しやすいダイヤとなっています。JR 西日本宮島フェリーでは青春18切符、広島ワイドパスなど、JR の企画乗車券が利用可能。宮島松田駅線では広島旅パス、1日乗車乗船券など、広島電鉄の企画乗車券が利用可能ですので、ご活用くださいませ。宮島の鹿さんはいつも何を考えているのかしら。約1400年前の厳島神社が創建される前より宮島に住み着いていたという鹿。宮島の鹿に餌をあげたり、いじめたり、宮島の路上にポイ捨てをしないよう、廿日市市より観光客へお願いしていますので、こちらを守りながら宮島の鹿を見守りましょう。宮島郷土料理の文字が目立つのは山市別館という割烹旅館で4部屋だけですが和室、洋室の宿泊部屋を備えているほか穴子料理、牡蠣料理を提供。お食事処山市本店では焼き牡蠣、牡蠣フライ、穴子かば焼きがおすすめメニューのようです。鹿の糞のような麦チョコがたくさんついた鹿ソフトを販売する気ままや牡蠣フライカレー、宮島牡蠣の和風ピザなどが食べられる厳島バル一菜、和室を備える宿泊施設、お宿付きうさぎ、お好み焼き、汁なし担々麺、かきつくし定食などのほか、もみじ、厳島神社の鳥居の形をした砂糖のトッピングが可愛らしいソフトクリームを販売する宮島おもてなしの館、コーヒーを飲んでほっと一息できる喫茶店エビスや、穴子料理、牡蠣料理を提供し、牡蠣の身が大きいと評判の宮島正福、牡蠣を和風だしを加えたふわとろ卵で包んだ牡蠣丼と、牡蠣うどんが美味しいと評判の家福食堂、など様々なお店が並んでいまして、宮島桟橋周辺で広島、宮島グルメを楽しむことができます。宮島桟橋の近くには、溶岩山と呼ばれる標高27メートルの山がありまして、家福食堂の近くにある階段から登ることが可能。今から約450年前はこの山に宮尾城があったそうです。毛利元就により改修された宮尾城は海に面していたのですが、1555年に毛利元就と末春方との間で起こった厳島の戦いで宮尾城は重要な役割を果たし、この戦いで勝利した毛利元就は、中国地方全域を支配する戦国大名にのし上がりますよう。宮尾城や厳島の戦いについての解説は後ほど、今回は広島県廿日市市宮島町のうち、宮尾城跡、溶岩山、周辺の港町、浜野町、伊勢町、新町を細かく散策しましょう。よろしくお願いします。厳島は1923年、大正12年に特別史跡、特別名勝に指定されました。593年に佐伯の蔵元によりこの島に社殿が造営され、1168年頃に平の清盛により社殿の規模が拡大し、古くから神の島として信仰されていた厳島、宮島、撮影時、厳島神社の大鳥居は足場で囲まれていましたが、2022年10月より足場の撤去が始まっており、2022年12月頃には大鳥居の修復工事が完了するとのこと。JR 西日本宮島フェリーのうちおおむね9時台から15時台に宮島口を出発する便では、厳島神社の大鳥居に接近するためおすすめですよ。福屋食堂の入り口前にはなぜか高確率で鹿さんがいるのよね。この鹿さんはたちまち酒でも飲みたいんやろか。わら。福屋食堂、出羽穴子飯、牡蠣フライ、牡蠣丼などの広島、宮島グルメのほか、ドイツ、イタリア、オランダ、アイルランド、アメリカ、タイなど様々な国のビールを楽しめるそうです。昭和カフェ松台、脇の内装で落ち着いた雰囲気のカフェ、宮島カレーパン研究所は牡蠣カレーパンを販売するお店で、牡蠣のエキスがカレーに溶け込んでとても美味しいとのこと。和室を備える宮島の宿桜屋と、和室、洋室などの客室のほか、大浴場を備えるホテル宮利休が並んでいて、これらの宿泊施設の客室からは瀬戸内海、大野瀬戸を眺めることができるみたい。宮島の宿泊する際はいかがでしょう。宮利休の売店付近では味噌を塗った牡蠣を焼いた牡蠣土手焼き、タレで味付けした穴子のかば焼きをすりつぶして焼き上げた穴子ちくわなどを販売。宮島では人力車に乗りながら観光することができますので、宮島の解説を聞きながら観光したい方におすすめです。広島経済大学清風館はゼミ、サークルなどの合宿、
研修会などで利用される施設とのこと。海のすぐ横に立っていて眺めが良さそうね。宮豊本店はもみじまんじゅうを販売するお店で、チーズ入りもみじまんじゅうが特に人気。チーズの塩気と生地の甘みが良いと評判です。日本三景宮島。日本三景は宮島、天の橋立、松島でございます。急いで五津島神社、大鳥居方面へ向かいたい場合は直進して海沿いの道を南へ、宮島表参道商店街、町屋通り方面へ向かいたい場合はここで左折しましょう。穴子飯専門店の花火師、チーズ、レーズン、豆乳など変わった味のもみじまんじゅうを多く販売する木村屋。甘辛いタレと香ばしさが特徴の穴子丼が人気。お食事どころ梅山、お土産店などが並び、商店街の雰囲気が強くなってきたわね。宮島のお土産にはもみじまんじゅうのほか、宮島杓子、熊の筆、鹿のかぶり物もいかがでしょう。平の清盛、宮島の鹿、ホテルミヤリ宮の前に顔出しパネルがありますので、記念撮影にいかがでしょう。クリームチーズのもみじまんじゅうが人気の木村屋、あっさりとしたこしあんが特徴のもみじまんじゅうを販売し、手焼き体験ができるほか、最近はドラゴンクエストとのコラボ商品を販売する山田屋宮島本店がありまして、この先の宮島表参道商店街は日よけで覆われて歩きやすく、もみじまんじゅうの販売店、穴子、牡蠣、お好み焼きなどが食べられる飲食店、スイーツ販売店、カフェ、お土産店、揚げもみじで有名なもみじ堂など、様々なお店が並び、観光客でとても賑わう商店街です。宮島でグルメ、食べ歩きを楽しむならこちらの宮島表参道商店街を通りましょう。今回は宮島表参道商店街を通り抜けず、あえて東に進みましょうか。宮島桟橋や宮島表参道商店街の賑わいに比べて、この辺りは賑わいが落ち着いており、生活エリアの雰囲気が強くなります。天線は隠れ家的な雰囲気のお寿司店で、ネタが新鮮で美味しく、牡蠣汁が濃厚で美味しいと評判。広島工業大学地域環境宮島学習センター宮島顧問という施設がこちらに設置されています。この辺りの住宅やお店には町屋通りと書かれた灯籠が飾られていまして、こちらを右折すると町屋通りと呼ばれる通りとなります。現在は宮島表参道商店街が宮島のメインストリートとなっていますが、昭和30年頃まではこちらの通りが宮島のメインストリートだったそう。この先の町屋通り沿いには昔ながらの町屋が多く並び、古風で落ち着いた雰囲気となっており、宮島の日常生活を感じられます。戦後頃までは映画館などの娯楽施設もあったとか、ここから町屋通りを約400メートル進むと正面に朱色の鮮やかな五津島神社五重塔が見えてきて、めっちゃ写真映えしますよ。町屋通りの散策はまたの機会に。この辺りは伊勢町と呼ばれる地区なのですが、今伊勢神社が階段を登った先にあることが町名の由来かしら。あ、野生の鹿が現れた。鹿のターン、睨みつける。じーはい、目をそらしたから鹿さんの負け。階段や斜面から転げ落ちないでくださいね。この景色は高所恐怖症に肩にはきついかしら。宮島の中心市街地から見て南方向には未仙などの険しい山々がそびえ立ちます。未仙は五津神社の社僧として保護を受けていて、人間による木の伐採などが行われなかったことから、未仙原始林として国の天然記念物に指定され、宮島下野、宮島楓など固有の植物も見られるほか、平安時代に空海によって真言密教の修験道場となったことから、古くから未仙は信仰の対象となっていました。未仙の山頂には巨岩がたくさんあることが特徴で、未仙の山頂へは宮島ロープウェイで登ることができますよ。階段を数億段ぐらい登りまして、今伊勢神社にやってきました。五津島神社の境外末社という扱いで、伊勢神宮から分けてもらった神様を祀っているそう。今伊勢神社から西へ進むと東屋が見えてきまして、この付近が標高27メートルの溶岩山の山頂となるみたい。1555年頃までは五津島の戦いで重要な役割を果たした宮尾城がここにあり、東屋付近は本丸、今伊勢神社付近は二の丸だったみたい。1555年に毛利元就と末春方との間で起こった五津島の戦いでは、毛利軍は宮尾城を、末軍は塔の丘を拠点としました。五津島神社五重塔が立っている丘を塔の丘
と呼ぶそうです。ここで厳島の戦いや毛利元就、末春方について解説しましょう。1500年代の中国地方は大内氏と雨子氏との間で勢力争いが行われていて、毛利氏、末氏は大内氏に従っていました。1523年に毛利氏の家督を継いだ頃の毛利元就は秋の一国人領主で、1540年に雨子氏が毛利元就の居城である吉田郡山城に攻めてきた際は、毛利元就の援軍として末高草も応戦し雨子氏を撃退したようです。1541年、末高草の主張もあって大内義隆を中心とする大内軍は出雲に遠征し、第一次合算戸田城の戦いで雨子氏と対立しますが、大内軍は大敗。このことにより大内義隆は政治や領土的野心を失って学問、教養に重きを置くようになり、武断派の末高草を遠ざけます。このことに不満を持った末高草は1551年に大内寺の変を起こして大内義隆を滅ぼし、末高草が実質的に大内氏の実権を握ることになり、この頃に末高草から末春方に改名しています。この頃の毛利元就は末春方に同調しており、末春方は毛利元就に飽き、備後の黒人領主をまとめる権限を与えたのですが、これをきっかけに毛利元就は大内義隆支持派の黒人領主や、雨子方の領地を攻めるなどして勢力を拡大。このことに末春方は危機感を抱き、毛利元就を通さずに、飽き、備後の黒人領主に直接援軍要請を行うなど約束に反することを行っていたことから、毛利元就の末春方に対する不信感は強まっていきました。1553年に吉見正則と末春方との間で三本松城の戦いが起こるのですが、多くの末軍が岩見の国に送られていた隙を狙って毛利軍は大内氏、末氏が支配していた、桜尾城や厳島などを支配していき、末春方との対決に備えて厳島、広島湾周辺の守りを固めます。こちらは堀切りでしょうか。外敵の侵入を防ぐため、ここにお堀を設置していたと思われます。宮尾城は大内氏が厳島を支配していた頃より築かれていて、1554年に毛利氏により宮尾城の改修が行われたそう。厳島の戦いの前、末方の軍が宮尾城を数回攻めていますが、毛利方はこれを撃退したようです。兵力の数では末軍の方が多いことが分かっており、末軍と真っ向勝負をするのは厳しいと考えた毛利元就は、末春方の重臣に対して工作を行ったり、村上水軍の一族と縁戚関係を築き兵力を得たほか、末春方に対して今毛利軍は厳島に来られたら困る、といった嘘の内容の情報を流し、末軍を厳島に誘導するように仕向けます。これは厳島では末方の大軍だと身動きが取りにくく、こちら側が戦いを有利に進めやすいという毛利元就の考えがあったようです。毛利元就の策略にはまった末春方は1555年9月21日に約2万の兵力を引き連れて厳島に上陸。末軍は宮尾城がよく見える塔の丘付近に本陣を置き、ついに厳島の戦いが始まります。末軍の兵力は約2万に対し、宮尾城の毛利軍は約500、それ以外の毛利軍は約4000だったとのこと。海に突き出た場所にある宮尾城は攻めにくいと思われますが、約500の毛利軍だけで守るには厳しく窮地に陥りますが、なんとか持ちこたえます。毛利元就は村上水軍に救援の要請を出していたものの難航していましたが、9月28日に村上水軍が毛利軍の救援に駆けつけ、9月30日に本土で待機していた毛利軍は暴風の中厳島へ渡り、第1軍、第2軍、第3軍に分かれ、10月1日宇野国に毛利軍は末軍に対して奇襲攻撃を開始、第1軍と第2軍は末軍本陣を両側から挟むように進撃、沖合に待機していた第3軍は末水軍の船を焼き払って総攻撃します。前夜の暴風で油断していた末軍は大軍がひしめき合っていたため身体がままならず、末軍の兵たちは厳島から脱出しようとするも船の奪い合いにより溺れる者もいたそう。末春方も厳島を脱出しようとするも使える船はなく、しばらく島内を逃げた後切腹。末春方の解釈に立ち会った家臣たちは末春方の首を隠した後に自害しました。これにより、兵力の数で不利だった毛利軍でしたが、様々な策略により末軍に勝利。その後毛利軍は末春方の草履取りである少年を捕らえ、末春方の首を見つけ出し、
桜を城で首実験が行われた後、末春方の首は東雲寺に葬られました。戦いにより神聖な五福島を血で汚したことから、五福島の戦いの後は五福島神社の社殿、鳥居を塩水で洗い流し、血が染み込んだ五福島の土を削り取るなど、五福島から血を消す作業を行ったそうです。その後も瓜氏は尼子氏を降伏させ、中国地方10カ国を支配する大名に成長します。五福島の戦いについては大体このような流れでしょうかね。毛利元就の賢さというのはどこでどのように身につけたのかしらねー。うぷ主、歴史はそこまで得意な分野ではないので、誤っている箇所があったり、五福島の戦いの魅力を伝えきれていない部分があるかと思います。説明が誤っている箇所、毛利元就のここがすごいんだぞ、など、五福島の戦い、宮尾城、毛利元就、末春方などに対して気になった点があれば、お気軽にコメントしてくださいね。港随道を通り抜けて、宮島桟橋付近まで戻ってこの動画はおしまいです。今回は広島県廿日市市宮島町のうち、宮尾城跡、両外岸、周辺の港町、浜野町、伊勢町、新町を散策しました。当チャンネルでは地域、町をメインテーマとして町散策、地域紹介などの動画を投稿しています。チャンネル登録や通知をオンにして、定期的に動画をご覧いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。